ありがとうございます。あら、すいませんね、突然でかい声出して、向こうがびっくりしました。はい、というわけでカナダさんも、524、はい、とか来ましたね、はい、500超えてからなんか結構、はい、ね、もうこの前も児童養護施設に行って、はい、宣伝もしてきたんですけどね、はい、まあ、シーンとしてたんで、多分こいつ何言ってんのかなと思われたかなと思って、まあでも伸びてそうですね、来てますね、行っちゃうんじゃないですか、1000人目指して、はい、あとは視聴時間が、そうですね、4000時間行かなきゃいけないみたいなんでね、はいはい、そういうコンテンツを配信していけたらいいかなと思います、はい、でこの前上げたのはあれ何、ショートです、ショートで上げたの、はい、ちょっと違いがよくわからないけど、ショートは短いんですよね、うん、まあだいたい1分2分ぐらいの動画で簡潔に、うんうん、なんかリール動画的な感じ、まあそんな感じです、あ、なんかあれチャンネル、あれなんだろうこれはい、まあなんか、あ、いいんだ、まあちょっとよくわかってないけど、まあああいうのもあるよってことかな、はい、はい、まあとにかく面白おかしく、伝えていきたいということですね、はい、これ僕の、大先輩から、はい、まあ10周年記念に、まあオープンのメンバーの、住谷大竹にということで、まあ、原点回帰の内容なので、まあ、ぜひ読んでみてくださいっていうことで、はい、プレゼントしていただいて、なんかこのなんだろう、まあ、10年経って、まあ、あの当時の思いというかね、利用者さんとかご家族のためにっていうところのこの原点はやっぱ僕たちいくらこうなんだろう、側が大きくなっても人が増えても使えるお金が増えても、増えてないけどまだやっぱそこね大事に、今後もちゃんと福祉やっていかなきゃなっていうふうには、思うんですけど、まあそんな時に、はい、まあおそらくですよ、おそらく10年経ってお前らちゃんとやれてんのか、もう一回あの時の気持ち思い出せよみたいな、まあそんな応援メッセージもね含めていただけたのかなと思います、はい、僕にはないんですよそうですね、僕の大先輩なんですけど、はい、僕にはないですね、このオープンのメンバーの2人にある、はい、まあまあ、はい、ちょっとジェラシーまあこうやって昔からの応援していただけるってことも本当にありがたいなと、まあそんな人に支えられてのバンブーさんということで、はい、520から1000までも皆さんの応援をお待ちしております、というわけで今日はおしまいです、さよなら。